はい、どうもこんばんは。オーケストラの指揮してます、平林亮と言います。ですね、今日はまあアンプするかどうかとかね、演奏会をやるにあたって、どういうふうに準備していくかとかね、そのあたりのことをお話しねしてみたいと思いますね。うん、今アンプ期間なんですけどね、私が2月の10日、1ヶ月後に演奏会なんで、アンプ期間でね、アンプってとんでもない時間かかるんですよね。うん、昔、もっと昔、何年か前までは何も考えずにやってたところもあるんですけど、なんか最近なんかね、これ時給にするといくらになるのかなっていうぐらい、すごい時間とエネルギーと労力、まあ、かかりますよね。うん、でアンプをねするかしないかっていう話があるんですよ。ちょっと前にも指揮者仲間の人たちに聞いたんですけど、やっぱりアンプしないっていう人もいるし、できたらしたいっていう人もいるし、うん、僕もその今までの本番の中でアンプじゃない時もねあったんで、常に必ずやってきたってわけじゃないんですけど、最近はやっぱり、曲にもよるんですけどね、なるべくアンプっていう風に思ってますね。うん、まあ理由は、いくつかあるんですけど、そのこれね、演奏会をどう捉えるか、演奏会をどういう風なものにしたいかっていう、そのそれぞれの指揮者だったり演奏家の、そうなんていうの、まあ価値観次第なんでしょうね。うん、まあ一つの例でしかないですけど、まあ私個人がね、まあ思ってる価値観に関してですが、演奏会ってやっぱり奇跡を起こす場所以外の何者でもないと思うんですよね。まあ実際奇跡が起こるか起こらないかはともかくとして、少なくともそういう心持ちというか志で挑むっていうかね、望むっていうことだと思うんですね。うん、で、古くはね、音楽って多分どの地域においてもなんかね、儀式的な要素と結びついてたものだと思うんですね、古来ね。うん、うん、で僕がさっき言った奇跡っていうのは、とんでもなくいい演奏をするっていう意味での奇跡っていうことですね。うわー今日すごかったとか、なんかすごい経験したって、自分自身も一緒に演奏する人たちもお客さんにも思ってもらいたいっていう意味での奇跡ですけど、古代のその音楽っていうのはまさに奇跡を起こすっていうかね、そのなんか、意味のある儀式に音楽を演奏することで、そこで音楽演奏することで、うん、なんか神秘的な意味合いがあったわけでね。そう、文字通り本当に奇跡を起こそうとしてたのが音楽の元の姿だったんですね。で、演奏会ってクラシックとかだと、まあクラシックじゃなくてもいいのかな、ポップスとかでも、少なくともクラシックとかだと、まあ静かにみんな聴いてるんでね、クラシック、西洋の伝統芸術音楽を。まあ若干儀式的な側面もある。で、なんで、その奇跡的なね、ことを演奏会で、奇跡的なぐらいいい演奏したいかっていうと、それがだって、それがやっぱりその演奏家の目的じゃないのかなというふうに私自身はまあ考えるからなんですね。うん。他に仕事がまああるのかなっていうところがありまして、例えば、相撲の行事審判というかやってる人、相撲の行事やることが仕事ですよね。それと同じ、演奏家ってやっぱり、一回一回の演奏会に、大げさな言い方をすれば、
まあ、全生命力を費やして演奏会に臨むっていうのが、まあ、仕事かなと思うんですね。もしくは、昔のね、三国志とか戦国時代とかの話って人気ですけど、そういう時代の戦争って、なんていうの？まあ馬とかに乗ってね、わーっつって出てって、で、まあ弓当たったり、こう剣で切られたりしたら、ね、大怪我を負うかもしんないし、死ぬかもしんなくて、やばいっすよね。で、まあ、その戦士たちっていうかね、こう戦人の人たちは、まあ論理上は死ぬかもしんないんだけど、まあ出ていくわけよね。うん。そういうなんていうのかな、まあ全生命力、まあ命がけっつってもね、実際にその昔のように、戦国時代三国志の時代のように、あの馬に乗って出てくのとは違いますけど、まあそういう覚悟でね、まあ演奏会っていうのは望んでいってますね、自分としてはね。うん、そのどれぐらいのこちら側がね、まあ思いをその一回一回の演奏会に込めるかっていうのが、そのまま多分ね、その演奏の気迫やクオリティにつながっていく部分も、少なからずあると思うんで、まあ大事な点の一つかなっていうふうに思いますね。うん。で、まあ曲によってはね、ベートーベンとかショスタコーヴィチとかマーラーとか、まあ本当非常にまあ切実っていうかね、まあマジなんで、本当にマジな人たちなんで、やっぱこっちもそのマジにやらざるを得ないですよね。まあ楽しい曲っていうか、もっと軽い曲でもあるから、マジにやる感じじゃないかもしれないけどね。まあドビュッシーの海をやりますとか言ってね、とかガーシュインのピアノコンチェルトやりますって言って、なんかその戦に行くような気分でやると、まあ、かえってちょっとね、雰囲気に合わないこともあると思うんですけど、ベートーベンとかショスタコとかマーラーとか、ほんとマジ、まあ、まあ、ブラームスもチャイコフスキーにしてもちょっとマジなんで、こっちも本気にならざるを得ないっていうとこですよね。で、アンプは、例えば、ショスタコの5番なんていうのは、結構、なんか断るごとにちょっと指揮する機会みたいな今まで あって、楽譜を置いてある状態でね、別に棒を振るってことは、まあ、もともとその今回の演奏会の前からやっていたことなんですけど、本当に譜読みを、なんていうか、その曲の骨の髄まで、なんていうのかな、しゃぶり尽くして、骨まで噛み砕いて飲み込むぐらいに、この曲を取り込んでね、自分の体内に。取り込んで、もう全部アンプで、その曲を全部細かいとこまで、ニュアンスをそのものにして、やると。いうのは、まあ、本当に時間かかりますね。まあ、最近の言葉だと、まあ、コスパが悪いっていう感じで、うん。でも、まあ、その、ピアニストの方がリサイタルで、何曲もね、アンプしてやるとか、もう、まあ、似たようなところが、まあ、それ以上に大変かもしれないです。指揮も、いろんな楽器あって、情報量がちょっと多すぎてね、覚えるのが大変なんですけど、ピアノの方が大変かな。まあ、どっちがどうしても言えない部分もありますけどね。うん。まあ、とにかくね、こう、時給換算しない方がいいっていうか、コスパ自体はまあ、良くないですよね。だから、要するに、うん、仕事、職業音楽家って仕事をね、こう生計を立てるの、飯食うのを音楽でやってるっていうことになりますけど、職業音楽家って。だからあんまりその仕事、いわゆるビジネスじゃないですよね、この演奏の仕事っていうのはね。まあ、愚道ですよね。道を求めるっていうのは行為かなと思いますね、どの演奏家を見てもね。うん、例外なく、指揮だろうが楽器だろうが、どの演奏家を見ても、歌手でも、道を求めるっていうか、道を極めるっていうこと以外の何にものでもないですよね。うん。だからそのお金に換算できない部分があるというか、お金に換算できない時間と全精力とエネルギーを費やすんでね。まあだからこそ、ちょっとその、
芸術にはまあ尊さがあるってね、ミケランジェロがあの高いはしごを登ってこうやってこう背骨曲げて天井が返っててね、背中曲がっちゃったみたいな、そういうまあ金銭的に考えたら割の合わないことを貫いていくからこそ、まあ価値があるということもまあできますよね。でね、あのアンプってどれぐらい、ね、どれぐらいね、例えばオーケストラのスコアだったら情報量があまりにも多いんで、どれぐらい覚えてるかって多分ね、あの人によって開きがあるんですよ。その昔はあの今の今と比較してもかなり多分いい加減なアンプで振ってたこともあると思うんですけど、まあ、やればやるほどね、そのアンプの恐ろしさが分かるっていうか、あのかなりの労力と時間をかけないとちゃんとアンプできないってことがやればやるほどね分かってくる部分もあるんで、まあ時間と労力とね、いろんなものをこうかけていくんですけど、まあなのでね、最近はリハーサル番号とか、まあ、重要な小節番号はね、なるべく覚えるようにあのしてますね。練習、そうすると、なんていうのかな、ただのいい加減アンプじゃなくて、あの、一定のね、一定のアンプ、一定レベルのアンプってことになると思うんで、ちゃんとその楽譜の絵面をまあ把握するというか、例えば、ショスタコの1楽章だと、1番っていうところが、ファーストバイオリンの始まりかな？あ、やっぱりね、リーリーとか、ペールギュンドでも、で、練習番、最初の朝って曲は、練習番号の D がちょうどデードアなんだっけ、たまたま。違ったかな、D、D、D が、あった、当たってた。D がデードアですね、たまたまね。D からって言えますもんね、練習でね、楽組内で。まあ、なんでそこまでアンプするかっていうと、要するにその、なんと一つにはその、いい加減なアンプじゃなくて、かなり細部までね、ちゃんと曲を取り込むってことを自分に課すっていう、まあ、点と、練習番号や小節番号までちゃんと覚えてると、ある程度その映像でね、こう絵面で楽譜を把握してるっていうことにもなるんですよ。一個一個どこが何小節って、この左脳的に覚えてるんじゃなくて、Dはここだったなみたいなね。そうするとそのアンプの精度も、それやらないよりは高まらざるを得ないかなと。あとね、やっぱり、リハーサルの効率がいいんですよね。覚えてれば覚えるほど。覚えてれば覚えているほど、リハーサルの効率がいいですね。なぜなら、楽譜にあんまり注視しなくてもいい。ってことは、オーケストラの方をずっと見てられる。みんながどう弾いてるか、もう視覚的にもわかる。で、問題点があるなら指摘できる。あと、楽譜を見てないから、この、全集中をオーケストラの方に向けられるでしょ。だから、発信も受信も高まるんですよね。だからアンプするといいことあるんだよな、くどく。あともう一つ最後に言っておくと、最初にオーケストラの曲をアンプするってめっちゃ大変ですね。頭の中にフォーマットがないんで、ものすごい大変。ただ、いろんな曲をアンプしていけばしていくほど、アンプ自体は楽になっていくんですね。これはちょうど、まあ、将棋や囲碁の棋士たちがね、その、いろんな棋譜を覚えれるの。と同じですね。いろんな棋譜を覚えれるっていうのは、そのいろんなパターンがすでに入ってるから、なんていうの、そうするとね、まあ脳は不思議なもんで、新しいパターンが来た時に過去との比較ができるじゃないですか。普通はこう来るのに、今回の対局では定石を外れてこうなったみたいな、そういうのってね、覚えやすくなる。だからやればやるほど記憶力はまあ上がっていくんでね。まあ、器楽でも、式でも、だからそのアンプとか記憶ってことを逃げないでね。逃げないでやっていくことが、結構ね、いろいろ、まあ、苦毒があるっていうか、いろんな面でメリットがあるかもしれないですね。記憶力が良くなるとかね。まあ、それでも一筋縄でしか、
あ、一筋縄ではいかないんで、まあやれるとこまでね、最善を尽くすと。最善を尽くして、自分のやれるとこまで最善を尽くして、あとは演奏会でね、その、準備したものを、こう、なんていうの、解放するっていうかね。で、これは10回に1回しか聴けない演奏だった、50回に1回しか聴けない演奏だった、100回に1回しか聴けない演奏だった、まるで奇跡のような演奏会だったっていう理想にどれぐらい近づけるかっていうことですよね。うん。いうことかなと思いますね。うん。ちなみに、例えばグリーグとかショスタコの曲やるんで、彼らのね、今まであんまり聴いたことなかった曲もいろいろ聴いたりして、彼らのその音楽の様式感っていうのをこう、体にまあ染み込ませるっていうか、頭に馴染ませるっていうか、その匂いを染みつかせるっていうかね、彼らのその音楽の中における思考パターンをこう頭に入れてしまうみたいなね。うん。ずっと同じ作家の本読んでると、その作家のね、こう文体とかこの思考回路みたいなのが頭に入ってくるって言いますけど、まあそういう作業とかもね、うん、演奏会をより良くするために大事かもね。その曲だけじゃなくて、その本番でやる曲の作曲家の、まあ、別の曲をね、ずっと流して聴いておくとかね。あ、ピアノでちょっと弾いてみるとかね。うん。はい。ということで、まあ、主にアンプの話でしたかね。アンプをどう取られるか、それで演奏会にどう持っていくかっていう話でしたね。はい。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。